はい、皆さんこんにちは。本日もフリード西原マリンパークに来ました。おービーチバレーボート大会でもやってるのかな、今日もね、バナナボートかなやってます。あれ1500円らしいんですよね。今度ねお給料出たら私もね乗ってみようかななんて思ってます。国民生活ともお別れです。でも無駄遣いはしません。遊びに来てるわけじゃないんでね、観光に来てるわけじゃないんで、でもね先週のねあの1週間というか今週ね、台風でね国際通りのところにねずっと泊まってたんでね、ホテルにちょっと観光気分を味わわせていただいてちょっと散財してしまいました。香水を買ったりね、アルフローレンの香水売ってたんでね、もう買い場なんでなかなか買えないんで香水を買ったり、今日も海は最高ですね。空は今日は青いです。日曜日なんでね、バーベキューやってる人も多くて家族連れも多いですね。もう帰る人もいますね。今ね、洗濯機回してて、行って今度乾燥機やるんですけども、子供がいっぱいいますね。風がちょっと強いですね、今日は。さあ、海に入りましょう。早速、5分しかね、なかなか昨日のやつもアップできてなくて、5分過ぎちゃうともうアップするのすげえ大変なのかな、これ。携帯がねもうおかしくてなかなかアップできないんでね、はい、海入りましょう。相変わらず西原ビーチは綺麗です。空も最高。私の定位置ね、ここよし、氷水。溶けちゃいましたね。シャワー用、これで洗い流します、自分の体を。これ温めておきます。今日も海が綺麗だな。4分43秒なんで1回切ります。